はい、皆さん、こんにちは、ゆ田と申します。本日は私のお嫁くん第5話の感想をお届けしていければと思います、えー。36歳のおじさんがラブコメを見てキャッキャするという非常に気持ち悪い動画となっておりますけれども、一応ですね、こう見えて、こう見えて一応3万7000登録ぐらいはいる、あの、弱小ではない小規模 YouTuber だとは思いますので、ま、だ普段は真面目にね、こう見えて、大河ドラマの解説とかしてるんですけれども、おじさんちょっと、このラブコメハマってしまいましたので、あの、あまり生産性のある話はいたしませんけれども、あの,あの おじさんもそういうふうに楽しんでるのねっていうふうにこうなとあのうなずいていただいたりあおじさんその見方ちえよと思ったりですねしながらこうあの適当に、えー、お楽しみいただければと思いますでもう今回のね大悟はもちろん今回も山本君かわいいみたいな感じで言うんですけれどもいや今回は赤嶺さんですねいやあの私も原作をねこうパラッパラッとだけこう見て いたんですけれどもあのこの辺とか細かく私も見ていなかったのでねいやーいいですねこうちゃんと映像で見るともうびっくりしちゃいましたけどで、あのー、中峰さんを演じる俳優女優さんがさんどっかで見たことあんなと思ったんですよどっかでなんなら私なんか何か,か解説したことあるドラマに出てた出てました晴天をつけ出てました 全然違くないすごくないすごいですよね。あのね何役だったかっていうとまあご覧になる方お分かりだと思うんですけれども当時は一応まだ一夫多妻制が一応は OK 倫理的には置いといて法律的には OK の時代だったんですけれどもまあその主人公渋沢栄一のまあえー、奥さんが別にいるんですけれどもまあえー、人目の奥さんと側室になるようなええー 人物として描かれました。まあ、たまたまというか、まあ、結ばれてしまったという感じで。まあ、そこにもドラマが非常にあって、別に悪いように扱われる人物じはなかったんですけれども、赤峰さんでしたかっていう感じですよね。もう、もうこれだけで感動。これを今日一番喋りたかったところですよね。でもさ、なんかあの、あ一応この普通に話し,し続けるんですけれども、あのー、今回やってることって、結局あのー、なんつうの 自分と同じ推しをあのー、要は排斥したいっていうやつなんですよね。でこれね結構アイドルとかだと多いんですよ。そのガチ恋じゃないですけれども同性だろうが異性だろうが例えばですよ。例えばもうう怖いなこなこここれどしよかかせっくに あの、吉沢亮さんいるんで、じゃ吉沢亮さんのファンですって言った時に、もう、もう、吉沢亮、もうなんか、亮くんって呼んじゃったりするような、じゃあ、あの、吉沢亮ガチオタな女性がいたとするじゃないですか。亮くん大好き、もう、もう、超かわもう、かっこいい、かっこいいし、ユーモアあるし、カニ好きだし、って、本当とカニ好きなんだよね、この、この人ね。<laughs> って感じで、なっているのを、例えば、じゃ SNS で、その、もう、吉沢亮大好き女子みたいなアカウント作ったとするじゃないですか。でそしたら別に、 私なんかはそういうのを見ると、同じファンだったら、ガチファンいたっつって嬉しくなるんですよ。魅力を語っていただいて。でもこれ、嫉妬が激しい人だと、許せない。私の方が好きだもん。私の方が全部ドラマもバラエティも、アイリス・オーヤマの CM も全部見てるもん。許せない。嫌がらせしようっていうのがあるんですよ。 もう細かく言わねえけど、ジャニーズとかでマジでそういうのはありますからね。だから、あの、その理論ですよね、今回赤峰さんがやってることだから赤峰さんは山本くんが、そのなんか途中から入ってきたのに、私の方が昔から推しだったのに、あの途中から入ってきて推しみたいになってるし、ルームシェアしてるし、許せない。山本許せないっていう気持ちなんですよね。なんかそれはその現実では漫画っぽいなと思う方もいるかもなんですけど、結構ね、あるん あるっぽいですよ、こういうの。だから、怖えなって思うんです。私なんかも、いろんな、ほら、私、ッタ真優さん大好きでしょ <laughs> 大好きでしょとか言っちゃったけど、大好きなんですよ、私。ッタ真優さん大好きなんですけども。あのー、別に他にッタ真優さんのファンの方を見ると嬉しくなるんですけれどもね。だからこガチオタ排斥論者は、怖いけどい、いますからね、言っているちょちょっと、私も気をつけますって感じで、まだ、あ、面白く見ました。はい。でも、これ、ただの感想です。ただの感想を順番にお話ししていければと思うんですけれども。 もう見ながらメモってたんですよ。<laughs> 好きこのセリフ赤嶺さんの。もう山本君は掃除しにくいほど興奮するド変態だからって否 <laughs> 定できないとか言っても,言っても山本君可愛いいなって思いましたあそうそうそう毎回言ってるんですけども私恋愛対象女性が好きな男性っていう、まあ、なんセクシャルというかなんですけれども36歳のおじさんね20代のイケメン俳優さんの可愛い子を見るとね あのペットショップでチワワを見てかわいいみたいな感じになるのと同じでですねまた <laughs> 杉真宙かわいいみたいにな,なっちゃうんですよ私これねあの去年だとねユニコーンに乗ってってあったドラマあったのを覚えてますあのドラマを見て好き好きの君かわいいチワワみたいな感じでこう <laughs> 見ていた部分声を裏がっちゃいましたけどもなんかそういった形でここもド変態の山本君見てもうキ,ュキュン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 しちゃう部分がありましたよねその後のあの後あ あれ何ホームセンターホームセンターでさほのかにさばったりした時のさあの「<laughs> 山本君朝までド変態であんなことやこんなことしてたんですよ」っていう <laughs> 朝までド変態であんなことやこんなことって卑猥にしか聞こえねえわって感じもめちゃめちゃ面白いですよねこの辺もねはいでまあそんなことを言われちゃうとね嫉妬してるほのかさんもさ見ていてねまあ後でも言うんだほのかさん、ね、鈍感すぎるんで なんか背にイラッと来てる視聴者さんもいらっしゃるみたいですけれどもいやでもまあ見ていて面白い部分ってのはありますよねはいでねあのー、山本くんまいほのかさんも同じなんだけどその要はねさいやもう俺は絶対帰らないですからね自分からふンみたいなかわいいねすねてる子供みたいな子,が、ね、あの子供とかですねててですね拗ねてんのちょっつうと「うんすねてないもんねすねてるね」みたいな なんかそんな感じの山本君がいるのでいやこれ面白いですよね。っていう感じで私今ここまで楽しく話してきたけれども、えー、この野郎花沢って感じで思ってるんですよ。花沢君って私もそのさっき言った原作漫画のパラパラパラぐらいしか見ていないんですけれども、まあ、途中から出てくるんですよね。花,花妻君って。だけどももうもうもうねもう嫌いです。あ褒めてますよ褒め言葉。も嫌いですもう戦略的になんか可愛い かわい可かわいくしてるんですあ気持ち悪いですねごめんなさい <laughs> やめますねあのモザイクかけた方がよくなっちゃいますから、ね、でもこの花沢くんのあのなんていうかなかわいい感じあるんですけどあれはねなんか分かっちゃってんじゃないですかその結局ほのかさんと山本くんが一緒に住んでるってのを直接的に言葉では説明されてないけど分かってるんですよね分かってるけれどもいろいろそれをやるからねえだから先にこっちに話しちゃうけどさあの ブログって書いた付箋さ山本君がさほのかさんのためにさあのやったのにこの付箋って古賀さんっつっ俺じゃねえよ」って古賀さん言うわけですよねえっ穂の妻く君って見た時に「ニコニコじゃねえよ」っていう話なので、ね「花薗くら!」みたいな感じでアウトレージみたいになっちゃいますけれども「あれは花薗くんのふざけんじゃねえこのやろ」みたいな感じになる部分っていうのをちょっと思ったりはいたしましたとはい。 さんのの怖い話面白かったですよ中にね <laughs> あの野菜室で野菜が溶けていた <laughs> あれ面白かったですねはい、そんだけですはいでねあの結構面白かったのがトくんがあの赤嶺さん家でも嫁全開その「あれ充電器がないあそこにあるよ」とかって「何々が「あれあれってどうしたっけあれあったっとか「ああ!」 あ,あ録画撮っといてよみたいな感じでさ <laughs> できる嫁が全開すぎるとでもそれに対して赤峰さんはそんなとこも結局事実はわかるけれども赤峰さんは「山本君素敵とはならずに <laughs> とはならずにさそのなんつうのなマジで希望みたいな感じになっているところとか面白かったですよねで最後はね「ハグ来た!」ってほらこのドラマって逃げ恥感もたまにありますけれども「逃げるは恥だこ」が 逃げるは恥だが役に立つでもあのハグの日ってありましたけれどもねハグ来た外でハグして「ただいま」っつって家帰ってからも「ただいま」のハグっつって「キャー」みたいな,なんかねあんなロマンロマンチックなんてない,いいのロマンチックでいいのかなこの「キャー」みたいななんかこう,こういう青春 私どこに落としてきたんだろうななんか、ななんかやめよう、この話は長くなりますからね <laughs>。まあまあまあ、もう36歳なんでね、もういやもうこんなんやったらもう、もう,もう逮捕、一発逮捕だから、このハグなんかあの、付き合ってもない女性なんかハグしたら、被害届を提出しますって言われたりしますから、もうそんなことは絶対しないように、うんえー、していければと思います。あの昨日ねあのあ、半分雑談なんですけど、半分雑談じゃないんで聞いてくださいね。あの昨日、会社のね、あのうちの会社の役員何人かと、あのまあ、 同僚というか話52年,、まあ、年飲んでたんですけどもなんかねあの私今の会社入ったね1月だからまだ5か月目なんですけどもあの面白かったのがあの酔うとやばい社員リストを教えてくれたんですよ。<laughs> なった時に本当に、ね、やべえ酔い方する人いるんだなと思ったりもするんですけれどもあのほらら酔っ払ってセクハラまがいのことをするやつがいるみたいな話を聞い,いう,うわーとか思ったりもしたのであの誰とは言わんけどさ。 なんかそうなんて,言って記憶がないとか、まあ、いう話とかも聞くのでねだからか私私酔わないので記憶もなくさないのでだからそういうなんすよセクハラまがいなことを酔っ払って記憶がないのにやってしまうっていうリスクはないのであの、まあ、とにかく私があの付き合ってもない女性にハグをするともう36歳おじさんなんでね公然わいせつ罪で逮捕されますので <laughs> しないように、えー、気をつけていきたいなというふうに思いますね、はい、の話って感じですけどね。 はいじゃあ後半はですね、まあラブコメなんですけども、ラブコメってのは一応男女二人の恋、愛を描くものではございますので、まあ軽めにちょっとあの、その共感要素、もしくは非共感要素についてお話ししていければと思いますあのー、今回まずですね、まあ前回ですけれども、山本くんがその1ヶ月記念日に豪勢な料理を作って、で、ほのかさんをこうもてなそうとしたんだけれども、ほのかさんは1ヶ月記念日だっていうことをうんともすんとも意識しておりませんでした。 で記念日って、あのね、これね、男性でも結構細かい方いるし、女性でも結構細かい方いるんで、あの、単に価値観の問題、えだとは思うので、あの、吉原じゃないと私は思っている。私はあんまり記念日とかぶっちゃけ、疎い人なんですけども、あの、細かい人いるじゃないですか。あの、私の友達だとさ、あの、要は1ヶ月記念日とかならいいんだけどさ、あの、数字で刻む記念日もやるみたいなね。 なんかあの付き合って45日記念日90日記念日とかさ90日ドラあの30日で終わる日と31日で終わる日があるから日付がそのまま3ヶ月後でもねみたいな感じでさなんかあのねあるらしいんですよであのちゃんと覚えとかないとすねちゃうからさって記念日細かいのは男性の方らしいんだ女性の友達が言ってたんですけどもこなんか細かいとね溝が生じる部分っていうか、まあ、俗にその価値観の違い ってやつになると思うんですけれどもまあまあい、まあ、うんまあどうせどうせというかそのシェアし一緒に住んで1か月かまあ料理で気付いてほしいよねまあ私だったらそこかなと思います料理が豪華だなんでだろう考える何の記念日だろうって考えるんですよね何の記念日かプロポーズかって考える記念日かああ1か月か多分こういう私だったらそういう思考回路なんですよね なんですけれどもと、ね、い,いからこうやっぱりここまですれ違っちゃってそれがドラマとしては面白いんですけれどもいや現実世界だと結構ほのかさん仕事はできるんだろうけれどもなかなか一緒に住んだら大変なタイプかな <laughs> と<笑>思ったりしちゃいますよねだからほのかさんは、まあ、鈍感なんですけれども、まあ、結局今回山本君が家出をして、まああーでもねああだこうだいろいろあると。 なった時に初めて追い込まれてこう失って気づく大切さみたいなと一緒です。けれども、一緒だから近いと思うんです。けれども、追い込まれて自分には山本君が必要だったって。気づく好きまあ、ぶっちゃけ好きっていう風になるのでねって感じですよね。でも、これも結局遅いからこそ、最初からその気持ちがちょっと持っていた。誓約書に書いてなかったわけなんですよ。なんで誓約書でさ指一本触れねえとか書いちゃうからだから来週また楽しみなんですけども、ドラマとしては？ ななかなかね現実でここまで疎いとちょっと大変ですよねやっぱねはい。でねいやこれねちょっとまあ最後謝ってたしドラマだから別にいいんですけれどもあのー、販売店の電気屋のさ店長がさその自分の奥さんが一回出てっちゃったからそのイベントを断るみたいな話をしていたじゃないですか。 仕事に市場持ち込んじゃってるんですよね。これはあんまりプロフェッショナルではねえなっていうふうに思いました。まあ、それ以上でも以下でもないんですけれどもね。ちょっと思った部分っていうのがございましたね。はい。で、駆け引きが我慢比べになっちゃうっていうのは、さっきはちょっとネタで半分言いましたけれども、山本くんがその、もうなんつうの、迎えに来てくれない限り自分からは帰らないとかさ、あの自分からはなんとか LINE 送らないようにしようとかやってましたけれども、あのー、 まあ私はあんまりやったことないですけど恋愛におけるその付き合う付き合わないの駆け引きとかそういうのってあるじゃないですかあると思うんですけれどもあの駆け引きって楽しくやるものなんですけれどもその駆け引きのように見えて完全に今回やっていたことは我慢比べでお互い一緒にいたいはずなのにお互い強がっちゃってってケンした時とかもこれに近いものあると思うんですよねあの恋人とかご夫婦とかでさその 喧嘩した時にににお互いすぐに冷静になって本当謝りたいんだけれどもいや自分からは謝ってたまるかみたいななんかその気持ちが邪魔しちゃうみたいなこととかってあったりすると思うので駆け引きが我慢比べになってでそれによってよりこう悪化の位置をたどるみたいなねこととかもあったりするのでいやーなんなんすかね恋愛ってねって思ったりする部分がありますよね。っていう流れの中でね 意外とこのドラマってその例えば花妻君が今後どうし何をしでかすかに今よりますけれども今花妻コロって言ってるけれどもああいあざとい感じってまあ一応見る、まあ、まあそののかさん鈍感だから鈍感だからあれだけどもだけどコガスってそのなんつうのもうほら二人の関係知ってるしここから間に入ってくることもないんだろうけれどもなんか包容力全開じゃないですか。うん だからなんかそのドラマとして見ていてもいや古賀さんのことだからここに入り込んでくることはないんだろうけどでも結構ほのか古賀さんにいろいろとこうしてもらってたりするし古賀さん優しいし包容力もあるしなんか何かをきっかけにコロッと古賀さんに行っちゃってもおかしくねえ状態だよなっていうのを悪気なくやってる。んしてちゃんとフォローはしているので 現実に似たらこういういいタイプが一番罪深いですよ、ね、A さんと B さんが付き合う付き合わないっていうのをやってんのにそのうちの A さんに対して仕事ですごいフォローしたり超優しいからこの2人がなんか,なんかと結果的にうまくいきませんでしたってなった時に A さんが私の好きな人やっぱりこの人なのかも古賀さんなのかもみたいにこうなるタイプなんですよねこう,こうタイプ罪深いですよね。 私 <laughs> 今もうお,おじさんなんで別にそんなね恋愛もクソもないですけれどもいやーって感じですよねいやこういうタイプが一番すごい愉快なと思いましたはいで最後これはあのー、脚本的にもうまくできているなと思ったんですけれどもやっぱりほのかが鈍感だからこそ追い込まれたりとか自分で相手に対してアドバイスをしたことによって自分の気持ちというか自分自身のアドバイスになるみたいな感じ 今回、その、仕事に市場を持ち込んじゃった店長が妻が出て行ったと話をしていましたけれども、まあ、迎えに行ってあげるといいですよって言ったと同時に、この回山本くんのことを迎えに行ってあげようってこうなるので、自分で言ったことが自分にこう帰ってくるっていう形で、それぞれの迎え行くを描くっていうのは非常にこう、人を見て自分の気持ちにも気づくっていうのが、まあ、その大切さを描いていたなというふうに思いますよね。 まあ一方でその恋愛においてじゃなくて仕事においてもまあ仕事の価値観で人それぞれだと思うんですけど私やっぱりなんかやりがいのある仕事忙しかろうがとにかくやりがいとか責任ある仕事をしたいと思ってまずだからメディアの編集長っていう仕事で今転職だなと思ってるんですけれどもでもその辺も何て言うんだろうなこう例えば人にこう仕事の私なんかメディアの編集長期が長いとライターさんとかさメディアの編集者とか仕事の相談に乗ること多いんですけど。 こう話をしてる中であ自分やっぱりこの仕事があってんだなとか思ったりもしたのでだから私その前職に映画メディア辞めてから1年半年一年ぐらいか一年ぐらい編集長じゃないメディアの編集の仕事をしてましたけれども結局その間もいろんな話に載ってましたけどもやっ,ぱやっぱ編集長って大変だけど編集長としてこう全体を責任を全部背負ってだけれども自分の思った通りにこれでいくんだっつって。 結結果果を出す結果出すてるんでね今おかげさまで今の新しいメディアで。うん、人のそういう相談を乗ることで自分の気持ちに気付くっていうのはそういう意味では経験したことがあるので何も、まあ、いいですよねやっぱ人とのコミュニケーションっていいなと思いました。まあ、それこそその今、まあ、コロナが5類になってね別に5類になったところでコロナのウイルスの強さが変わったわけでは全くないっていう私は認識ではありますけれどもでも一応その。 昨日おとといと2日連続でちょっとまあ俗に言う仕事の仲間ですけれども飲み会があって例えばあはあの広報とかメディア界隈の他の会社の方々と飲んだんですけれどもまあそういう飲み会とかに行くとやっぱその人と話すというかさ Zoom とかで会議とかするとどうしてもその目的のことしか話さないんですけれどもやっぱ飲み会だったりとかオフィスに行ってちょっとした雑談だったりってその積み重ねって人と人とのつながり信頼関係になってくるので。 なんかその辺も考えると、あのー、うん、よかった、いいですね。だこういうところも見ていて、その辺、ドラマ見ていて、いいよねっていう思う部分っていうのがありましたかね。以上でございます。えー、前半すげえ笑いながら話して、後半を真面目に <laughs>、えー、語るというようなのが、えー、この私のお嫁くんの私の動画スタイルでございますけれども、えー、本日も少しでも皆様お楽しみいただけておりましたら幸いでございます。えー、まあね、 コンクールはまあまあいろん私その今ドラマの解説考察は、えー、ラストマンと私のお嫁くんとそれパクとやってますけれども表教授はちょっと時間も忙しくて一旦フェードアウトしちゃってるんですけれどもあーでもやっぱこのう,ん、もう表情も面白いですけどねでもこの続けてる3つの民放ドラマ本当にドラマ面白いので引き続き私のお嫁くんキャッキャしながら毎週見ていければと思いますのでニヤニヤしながら気持ち悪いと思っても結構でございますので楽しくどうかご視聴いただければ幸いでございます。 はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。